日本社会が新型コロナウイルスによって混迷の度合いを深める一方、山口組の分裂問題が続くヤクザ業界では激突の危険性が飛躍的に高まった。その根拠の一つとされるのは、六代目山口組司忍組長の中核組織三代目弘道会、竹内輝明会長愛知による一斉処分だった。弘道会の複数の参加組織が通知した破門や除籍の状が業界内に出回ったんだ。処分自体は珍しいもんじゃないが、今回はその数が多すぎるから何か意図があるんじゃないかと関係者の間でも話題になった他団体幹部。出回った状は全部で10枚。福島康政、射程頭が率いる福島連合など、弘道会直系、5組織の名がそれぞれ書かれ、17人を昨年、12月から今年2月までに、処分したことを示していた。特に2月上旬に集中しており、弘道会若頭を務める、野内正弘組長の、野内組から破門1名、現在は服役中である、弘道会若頭補佐、南正武組長の三代目高山組に至っては、除籍13名という多さだった。野内組からの破門者については、北村高春顧問が、初代となる野内組参加の二代目北村組をめぐる事件が関係しとると思うで。去年6月に、大阪府警が北村組にガサに入った時、逮捕状が出とる、組員が事務所から姿を消したそうや。後で出頭したと聞くが、府警は一時的に逃走させたとみて、北村顧問を公務執行妨害と犯人隠避の疑いで逮捕したんや。北村顧問は起訴されて、大阪地裁で公判が始まろうとしとった。逃走したいう組員と、今回の破門者の名前が同じやし、上の逮捕、起訴につながった事件やから、野内組は処分をしたしたんやないか、在阪記者。しかし、高山組からの処分者に関しては、理由が判然としない。弘道会直参でもあり、高山組若頭を、兼任する石原道明組長の、三代目矢島創業を含めて、複数の高山組参加組織が、若な形を除籍しとる。高齢の場合は単なる引退とも考えられるんやが、上に記された年齢を、見ると60代は一人だけで、あとは20代から40代の若手や。所在地も東北や関東、中部、関西とバラバラやで。不祥事があったいうのも、具体的には聞こえてこんし、どないしたんやろか。今回の処分が一部で、取り沙汰された背景には、高山組からの処分者が、異様な歩道を買ったという点がある。神戸山口組、井上邦夫組長との分裂構想において、弘道会からは、3人のヒットマンが出ており、先陣を切って、攻勢を仕掛け続けた印象だ。中でも高山組から、出た実行犯が引き起こした事件は、当時、構想の流れを変えたとさえ言われたのだ。平成28年5月、高山組系組員、当時、が神戸山口組参加、池田組、池田隆組長岡山の、若頭を射殺。それまで全国各地で、車両特攻などの、抗争事件が爆発的に起きていたが、4月に神戸山口組が、指定団体に指定されると、ピタリと止まった。5月末に世界各国の、首脳が集まる伊勢志摩サミットが、開催される関係もあり、抗争は自粛ムードになっていた。ところが、そのサミットが、終了した数日後、図ったかのようなタイミングで、岡山での射殺事件が起きたのである。実行犯は当初池田組トップの池田組長を狙っていたというが、ガードが固いために断念し、ターゲットを若頭に定めた。この事件は分裂後では初めて神戸山口組直系組織の最高幹部が狙われたもので、業界内外に衝撃を与えた。それと同時に弘道会が武力を持って分裂集結に動いたと印象付けたわけだ、業界ジャーナリスト。こうした背景をもとに、今回、
高山組から13名の除籍者が出たことは、ただの処分ではないとの見方もされた。ましてや、今年2月2日には、三重県にある6代目山口組、高山清若頭の邸宅に、銃弾が撃ち込まれる、事件が起きている。13名の処分状に記された日付は、すべて2月5日だ。つまり、高山若頭邸への、銃撃が起きた3日後になる。業界では上の日付が処分を決定した、人は一概に言えないが、どうも違和感がある。報道界に限った話ではなく、組織から同時に、複数の処分者が出た場合、真っ先に思うのが、潜らせたんじゃないかということだ。全員ではないにせよ、何人か紛れ込ませることはある。目的は、その人間が犯罪を犯す、もしくは犯した場合、組織とは縁の切れたものであるとして、上位者への警察の追及を回避するためでもある。抗争が続く中で、6代目山口組は、分裂集結を急いでいるだろうから、うがった見方をしてしまうな、他団体幹部。高山若頭邸への銃撃事件では、5代目山口組時代、渡辺義則組長の直系組織だった中野会、解散、の元組員が、銃刀法違反などの容疑で逮捕、再逮捕された。三重県警は、神戸山口組とのつながりも視野に取り調べを進めていると言われ、6代目山口組による報復も危ぶまれる最中なのだ。本家直参を傷害容疑で逮捕。しかし、ある関西の組織関係者は一証に付す。組織の方針に反した事件で逮捕されたとか、指名手配されたとかで、組員の名前が出たなら、処分の理由は明確だが、そうでない場合などは普通、詳細なんぞわからんもんやぞ。3次団体や4次団体の組員なら、なおさらや。それに分裂抗争で岡山、名古屋、5代目山県組、中田組長、兵庫神戸の組員2人が、射殺されたそれぞれの事件で、行動会から出たヒットマンは、当時、全員が現役組員やった。せやから、錠まで撒いて、配って、潜らせる必要なんぞ、今さらないやろ。警察当局は、万一の事態に、備えて取り締まりを強化しており、3月7日には行動会の、統括委員長に昇格したばかりの松山武。10代目稲葉一家総長を、愛知県警が風営法違反の容疑で逮捕した。松山統括委員長は、2月上旬に射程に直り、若頭補佐から昇格。県警が警戒を強めたことが伺えたのである。一方で、6代目山口組では3月3日、親戚団体の統制会、早野康史会長の誕生祝いのため、藤井英治、若頭補佐、5代目国水会、会長東京、浜田重政、2代目、浜尾組組長、神奈川、佐藤光雄、落合かな町連合会長、東京が、都内にある、統制会本部を訪問。変わらぬ絆の強さを感じさせた。ただ、6代目山口組の、動向を危惧してか、翌4日、直参の、上野友人、2代目健一会。会長、大阪中央、ら6人が、大阪府警によって、傷害の疑いで逮捕されたのだ。昨年5月、東大阪市の関係先で、当時組員だった男性に対し、暴行を加えたとされています。どうやら素手ではなかったようで、顔を殴られた男性は、全治1ヶ月の打撲を負った上、左目を失明する重傷だったそうです。全国支社会部記者。上野会長は、一昨年12月にも、府警によって逮捕された。昨年6月には、証拠隠滅の罪で、大阪地裁から、出向猶予付きの有罪判決を受けたが、またしても現場不在を余儀なくされたのである。また3月5日には、組員の脱退を、妨害したとして組織犯罪処罰法違反、組織的監禁などの罪に、問われた荒井上司、2代目商友会、会長、大阪北らの、
公判が大阪地裁で開かれた。この日は、同罪などに問われた、部屋住組員の、被告人尋問が行われ、被害者の元組員の、様子について証言。被害者は、醤油会幹部から坊主にしろと、強要されたと話したが、それについて、部屋住組員は、被害者から、バリカンでやってほしいと、頼まれたので頭を刈った。頭を押さえつけたりもしていないと述べ、幹部からの指示も否定。携帯電話を取り上げられていたという被害者の主張についても、午前8時から午後5時まで預けるが、それ以外の時間帯は自由に使えた。被害者も同じで、午後5時になると誰よりも早く携帯を取りに行っていたと明かしたのである。被告人尋問やから、自分に不利になるような証言はせんが、これまでの公判でも、防犯カメラの映像や通話記録によって、被害者が主張するような、監禁状況にはなかったことが明らかになっとる。組織ぐるみで、監禁したいう検察側のストーリーには、すでに矛盾が生じとるわけや、地元記者。被害者の元組員が、所属した組織は当時、醤油会から敵対する。山県組に移籍しており、山口組分裂の余波が及んだ事件と言えた。分裂問題が深刻化する中で、法廷闘争や直参に対する逮捕劇が続いとる。六代目山口組の敵は神戸山口組だけやなく、警察当局でもあるいうことやな。